長連来は、江戸時代初期の加賀藩があろう。長連流の次男。流二十三代当主。兄に、長吉蔵。室は、甲州院。子に、長元連。慶長九年、前田家の家臣、長連流の次男として誕生する。母は、朝倉義影家臣、久保田正元の娘。元奈五年に、父が死去し、すでに兄も死去していたため。 家徳と能登鹿島藩軍ほかかが国、能登国内3万3千国を継ぐ。鹿島藩軍は、織田信長から、父の連流が受領した地で、前田氏の家臣となってからも、本来なら、他の家臣が分散して、地行地を持っているのとは別格に、金沢の他にも、地行地の鹿島軍達る浜にも、本拠を持っており、藩主もこれに手をつけることができなかった。そんな中、 在地の家臣の浦野孫右衛門新里と金沢の家臣の加藤ウネメの対立があり、浦野が神殿開発をしそれを私有しているという噂が流れた。そこで漢文五年2月に神殿の検知を実施しようとしたが、これを加藤ウネ派の策望と思った浦野派は、同年3月27日、検知反対の胸の書面、検知お詫びを、連。 来のこの元村寺を仲介して提出した。9月には、検知が一部行われたが、浦野は元村寺と連携し、十村頭の園田道館ら有力農民を先導して、検知の阻止に出て、検知をすることができなくなった。これを重く見た、連来は、単独での処理はできないと判断し、漢文7年2月15日、本田正長、横山中寺、前立島、 奥村稲葉、今枝民村藩の重心を通じて、裏の葉の罪状を書いた覚書を、加賀藩に提出した。藩主、前田綱則は、鹿島藩軍を直接統治する機会と考えて、介入し、裏の孫右衛門、兵庫不志ら一派を逮捕した。このことを、幕府の星名正幸に相談し、漢文7年に、裏の不志ら一派の首謀者は切腹。 切腹した者の,の男子は幼児であっても死刑に処された。協力した有力農民も一味と党として捕らえられ、その名は張り付け、三人の子は残死刑となるなど、のきなみ死刑となった。事件は長いへの家中取り締まり不行き届きとなり、罪はこの元村寺にも及び、定発の上撤去となり、その子の先末が後継者となるが、検知の場合は、 藩の命令に従うこと、諸役人の任免は、藩の承認を得ることなどの条件が付けられた。この事件を、裏の事件という。漢文11年に死去し、タ留浜の東霊寺に葬られた。去年68、開名は監督院鉄山領五老孤児。なお、孫の少年が、当主になると、前立名則は、鹿島藩軍を取り上げ、代わりに、 国高に見合う米を窮することになった。これにより、長井への特権が完全に費えた。その後、長井は、高連、前連、連期、恋愛、連広氏と三万余り石の過労のまま、幕末に続いている。ありがとうございます。